温かいお茶は正直である。茶葉そのものの味わいはもちろん、茶葉を吟味する茶匠の技術さえも包み隠さず描き出してしまう。その温かいお茶でこそ味わってほしい。200年の伝統と誇り。寛政2年創業、京都福寿園のお茶、あったかい伊右衛門。